皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらハードオフでジャンクで購入したソニーのテープレコーダー、動作確認したいと思います。こちらソニーのテープレコーダーなんですけども、はい、108円、見えますかね、108円ということでジャンクで購入してきました。こういったテープレコーダーのタイプ、はい、珍しいですよね。非常に見た目もかなり綺麗で、108円、相当ねお買い得だったんじゃないかなと思います。ではね、ちょっとこちらズームしてね、いろんなところ見たり動作確認していきたいと思います。それではこちらのソニーのテープレコーダー、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。前面部分にスピーカーとマイクがついています。さすがテープレコーダーといった感じです。で、こちらにボタンが2つ、ここですね、はい。こちらが録音時間、標準と2倍で、マイクタイプが標準と後日が選べるようになっています。で、こちら上部分ですね、音量のボリューム、マイクとイヤホンの端子で、こちらテープカウンターがついています。こちらのね、テープカウンター、非常にね懐かしいですよね。僕が子供の頃、父が持っていたテープレコーダーにもこういったカウンターついていて、ここのボタンを押すとね、はい、リセットされるという仕組みになっているんですけども、はい、懐かしい。で、後ろ面、こちらですね、ここにボリュームコントロールがついていまして、これ合わせることによってスピードをね、速くしたり遅くしたりできるようです。で、電池ボックスがありまして、単三電池2本で動くということです。はい、電池ボックス特別ね、錆びていたりすることもなく非常に綺麗です。ではね、早速電池入れて動作確認していきたいと思います。それでは電池入れます。1本2本ということで、はい。で、こちら、自分でね、手でこうパカッて開けるタイプですね。こうこのように手でね、こう開けるタイプです。ボタンで開けられる感じじゃないですね。開けて、はい、すっごいボロボロなんですけども、カセットテープ持ってきました。カセットテープを詰めて、はい。で、こちらですね、わかるかな、再生ボタン押したいと思います。はい、じゃあ再生できるかな。ポン、はい、ちょっとなんか音程苦しい感じもしますけど、鳴っている感じですね。で、こちらのボリュームコントロール、はい、速くなったり、遅くなったりします。ちょっとなんか怖い感じですね、ホラー的な。はい、こんな感じでね、普通に動いてくれました。なんかでもちょっと曲調こんなんじゃなかった気もしなくはないです。ということで、今回こちらハードオフでジャンクで購入したソニーのテープレコーダー、動作確認してきました。今回空きのテープがなかったので、再生だけの動作確認になってしまったんですけども、再生の確認はできました。数年前からね、若い人の間でこうレコードのね、人気が再燃しているなんてね、話を聞いたことがあるんですけども、最近若い人の間でカセットテープも人気が出てきているというニュースをね、ここ最近聞きました。カセットテープ、本当にね、中学生の頃使っていたのでね、若干わかるんですけども、カセットテープはね、こう使ってるうちにだんだん伸びてね、音が劣化しちゃうんですよね。でもまあ味のあってね、いい音だったりするので、うん、いいのかなと思います。こちらソニーのカセットテープレコーダー、使えて本当に良かったと思います。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。